二酸化炭素 CO2 は地球の大気中で重要な役割を果たしています。温室効果ガスとして CO2 は地球の表面温度を維持するのに役立ちます。しかし CO2 の過剰な増加は地球温暖化を引き起こし、気候変動に深刻な影響を及ぼします。逆に CO2 が減りすぎた場合にも様々な影響が生じます。以下に CO2 が減少しすぎた場合に考えられる影響を詳述します。地球の冷却。 CO2 は温室効果ガスの一つであり、その主な機能は太陽からの熱を地球の表面に閉じ込めることです。 CO2 濃度が減少しすぎるとこの温室効果が弱まり、地球の平均気温が下がる可能性があります。これは寒冷化を引き起こし、過去の氷河期のような寒冷期を招く恐れがあります。現代の社会や生態系は急激な気候変動に適応することが難しいため、寒冷化による影響は甚大です。生態系への影響。 CO2 は植物の光合成に必要な原料です。植物は CO2 を吸収し酸素を放出します。 CO2 の減少が極端になると植物の光合成能力が低下し、成長が遅れるか、最悪の場合は枯死する可能性があります。これにより植物に依存する動物たちにも影響が及び、食物連鎖全体が崩れる恐れがあります。食料生産への影響。農業も CO2 濃度の影響を受けます。植物の成長が抑制されると農作物の収穫量が減少し、食料供給に深刻な問題が生じる可能性があります。特に人口が増加し続ける現代において、食料生産の減少は食料不足や飢餓を引き起こす大きな要因となります。海洋生態系への影響。海洋もCO2 の変動に影響を受けます。現在海洋は大気中の CO2 を吸収することで酸性化していますが、 CO2 が減少するとその逆の影響が現れる可能性があります。海洋の pH が上昇するとカルシウムを利用する海洋生物サンゴや貝類などの成長が妨げられ、生態系全体に影響を及ぼす可能性があります。炭素循環の変化。地球の炭素循環は大気中の CO2 濃度に大きく依存しています。 CO2 が減少すると陸地や海洋の生態系が炭素をどのように循環させるかに変化が生じる可能性があります。例えば土壌中の有機物が分解される速度が遅くなり、炭素が長期間にわたって土壌に保持される可能性があります。これにより炭素循環全体のバランスが崩れる恐れがあります。気候変動の不安定化。 CO2 の減少が引き起こす寒冷化は極端な気候変動を引き起こす可能性があります。現在の気候モデルは CO2 の増加による温暖化を主に考慮していますが、CO2 の急激な減少もまた気候に大きな変動をもたらす可能性があります。このような変動は予測が難しく、社会や生態系にとって大きなリスクとなります。二酸化炭素 CO2 の削減が生態系のバランスを崩す可能性があると、その結果として地球上の生物の絶滅が考えられるという仮説を詳しく探るためには、CO2 の役割、削減の影響、そしてその先にある絶滅のシナリオについて詳述する必要があります。以下にその内容を詳細に考察します。 CO2 の役割と生態系への影響。
CO2 は地球の生態系において重要な役割を果たしています。植物の光合成に不可欠な成分であり、植物は CO2 を吸収して酸素を放出します。これにより、植物は成長し、動物や他の生物の食物源を提供します。CO2 が適正なレベルに維持されることで、生態系全体がバランスを保つことができます。しかし、CO2 の過剰な増加は、地球温暖化を引き起こし、気候変動を加速させます。これが気候変動対策としての CO2 削減の動機となりますが、その削減が行き過ぎると、以下のような問題が発生する可能性があります。植物の光合成への影響。 CO2 の大幅な削減は植物の光合成能力に直接的な影響を及ぼします。光合成は植物の成長に不可欠であり、 CO2 が不足すると植物の成長が阻害され、食物連鎖全体に影響を与えます。植物の生産量が減少すると、草食動物が餌不足に陥り、その結果、肉食動物にも影響が波及します。このような連鎖的な影響が広がると、生態系全体が崩壊する可能性があります。生態系の崩壊と絶滅の危機。生態系のバランスが崩れると、特定の種が絶滅するリスクが高まります。以下に、そのプロセスを具体的に説明します。生態系の崩壊と絶滅の危機。食物連鎖の崩壊。 CO2 の減少により、植物の生産量が減少すると、草食動物の個体数が減少します。草食動物の減少は、それを捕食する肉食動物の生存にも影響を与えます。このようにして、食物連鎖が崩壊し、多くの種が生存困難になる可能性があります。生態系の崩壊と絶滅の危機。生息地の喪失。植物の成長が阻害されると、生息地の質が低下します。多くの動物は、特定の植物に依存しており、その植物が減少すると、生息地が失われ、生物多様性が減少します。生息地の喪失は、特に専門的な生息地を必要とする種にとって致命的です。生態系の崩壊と絶滅の危機。遺伝的多様性の低下。種が減少すると、その種内の遺伝的多様性も低下します。遺伝的多様性は、環境の変化に対する適応能力を高める重要な要素です。遺伝的多様性が低下すると、種は病気や環境の変化に対して脆弱になり、絶滅のリスクが高まります。地球規模の影響。CO2 の削減による生態系のバランスの崩壊は、地域的な問題にとどまらず、地球規模での影響をもたらす可能性があります。以下に、その影響を詳述します。地球規模の影響。気候の変動。生態系の崩壊は、気候にも影響を与えます。植物の減少は、CO2 の吸収能力を低下させ、気候システムに影響を及ぼします。これにより、気候変動がさらに加速する可能性があります。地球規模の影響、生物多様性の喪失。生態系の崩壊は、生物多様性の大幅な損失を引き起こします。生物多様性は、生態系の安定性と機能を支える重要な要素です。生物多様性が失われると、生態系の復元力が低下し、さらなる崩壊を招く悪循環が生じます。地球規模の影響、人類への影響。
生態系の崩壊は人類にも直接的な影響を及ぼします。農業生産の減少、漁業資源の枯渇、水資源の不足などが発生し、食料安全保障や経済活動に深刻な影響を与えます。また、生態系サービス冷水の浄化、土壌の肥沃化、気候の調節も失われ、人類の生活環境が悪化します。結論と対策。CO2 の削減が生態系のバランスを崩し、最終的に地球上の生物の絶滅を引き起こす可能性は非常に重大な懸念です。したがって、CO2 削減の対策は慎重かつ科学的に行う必要があります。以下のような対策が考えられます。持続可能な CO2 削減、CO2 削減は必要ですが、その方法とペースは慎重に設定する必要があります。急激な削減は避け、生態系に与える影響を常に監視することが重要です。再生可能エネルギーの推進、化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーへの移行を加速することで CO2 排出を減少させるとともに、生態系への影響を最小限に抑えることができます。生態系の保護と回復、生態系のバランスを維持し、回復させるための対策を強化することが必要です。例えば、植林活動や自然保護区の設置などが考えられます。国際協力、気候変動と生態系保護は国際的な問題であり、各国が協力して取り組むことが不可欠です。国際的な条約や協定に基づく協力が求められます。終わりに、 CO2 削減が生態系のバランスを崩し、その結果として生物の絶滅を引き起こす可能性は極端なシナリオであるかもしれません。しかし、そのリスクを無視することはできません。持続可能な未来を築くためには、 CO2 削減と生態系保護の両立を目指す必要があります。科学的な知見に基づいた慎重な政策決定と国際協力が、その実現に向けて不可欠です。